はいどうも皆さんこんにちは。お久しぶりですね。ということで今回はですね、質問コーナーにてたくさんの質問ありがとうございました。ん、あれ、おいおい待って、次元、おい、ん、ん、ん、おい、お前何食ってんだよ。あのマリオのお菓子。お、え、あ、懐かしいなそれ、マリキャラの。うん、食べるか。え、俺が喋る間もなく話が進んでるんだけど。いや、このお菓子めっちゃ美味しいんだよ。これ食ってみな、うん、おお、これあれだね、懐かしいね、スーパーマリオランドのクッキーじゃん。よし、これおでっすね。え、じゃあもう食べていい？いいよ。じゃあいただきまーって。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、おお、あ、こぼしちゃった。え、ちょっと待って、おい、え、なんで俺たちこんなことしてんの？え、今日の動画何撮るつもりだったの？え、だから今日は皆さんが質問コーナーでいろいろな質問くれたから、それに対して答えないといけないんだ。質問いっぱい来てたね。じゃあ答えるか。うん、そうだな。よし、それじゃあ改めて、はい、どうも皆さんこんにちは。僕は編集のジュゲムと、このチャンネル主のチョロプーです。ということで今回は皆さんがたくさんくれた質問に対して答えていきたいと思います。もちろん気を食いながらね。じゃあ何の質問から読むの？まずね、最初にね、こんなコメントが来て。あ、ちょ、待って、やばい。あ、ちょっと屁が出ちゃった。じゃあ早速コメント読んでいこう。まず一つ目のコメントは、ちょっと待って、ちょっと読んで、お前が。質問です。マリオとカービィのゲームはいつ頃に始めたんですか？おい、ちょっと待て、おい、なんか腹って減ってきたわ。一回質問読むのやめていい？ん？お前、どんなんじゃ動画にならないよ。とりあえず僕やりたくないから、スタッフに任せようよ。いや、スタッフが、この間餓死した。は？え、もうあいつら餓死したの？俺もう食費1000円ぐらいあげたのに。だから、うん、今スタッフ不足。もう、なんでだよ。じゃあもう適当にそこら辺のやつ連れてこい。あ、わかった。うん、じゃあちょっと待って。で、なんで呼ばれたのが俺でやんすか？他にもいっぱいいたでやんすよ。ちょっと待ってくれでやんす。やれ。わかりましたでやんす。やります。精一杯やります。ということで、とりあえず、質問読み上げていきたいと思います。1個目の質問は、質問です。何歳ぐらいでマリオとかカービィのゲーム始めたんですか？あと、カービィかわいい。質問ありがとうございますでやんす。ということで、お答えしていきたいと思います。僕が始めたのは0歳です。ゲームの英才教育されてたんで、僕はま、結構ガチめに0歳から Wii リモコンを触ってました。で、もう一人の、ジュゲムさんの方はどうなんですか？俺は、小1ぐらいかな。まあ、それが普通でやんすよね。まあ、ちょっと僕がおかしいでやんす。では、次の質問に移りたいと思います。質問です。撮影はビデオカメラで撮影しているのか、スマホのカメラで撮影しているのか、どちらなのでしょうか？画質がとても綺麗だったのに少し気になった素朴な疑問です。質問ありがとうございます。今撮影してるこのカメラもスマホで撮影します。僕たちちょっと金ないんでスマホで撮影します。でもその割には結構いいスマホ使ってて、 iPhone14 Pro っていうね、結構いいスマホですね。次の質問に移りたいと思います。質問です。これから登場させてみたいキャラクターとかいますか？これから登場させてみたいキャラクターは出てきてくれでやんす。なぜ私を呼んだ？他にも呼ぶやつがいただろう。まあ次の動画からギャラクティックさんよろしくお願いしますニャンス。じゃあ次の質問に移りたいと思います。質問です。一番好きなマリオキャラは誰ですか？まあ俺が一番好きなマリオキャラはまあやっぱりクリボーでしょ。クリボーというかまあクリマツでやんすよ。もちろん自分のことが一番大好きでやんす。じゃあジュゲムさんは何が好きなんですか？長いでやんすよ。早く答えてくれでやんす。好きな、個人的に好きなのは。いたって普通でやんすね。俺が好きなキャラクターは、もういろいろいすぎて、好きなキャラクターって言ったら、まあ、ワリオとか、マリオパーティーとかで、ワリオ結構好きだったかな。どっちもいたって普通でやんす。質問です。一番問題児キャラは誰ですか？まあ、それはまあ言わなくてもわかるでしょう。ね、いや、俺なわけないでやんすよ。何言ってるでやんすか？一番の問題児キャラって言ったら、お、何しやがる？こいつでやんすよ、一番の問題児キャラは。うん、わしじゃない、お前じゃ。あとお前マリオって書いてるじゃん。では次の質問に移りたいと思います。一番欲しいぬいぐるみは未発売のものでお願いします。まあ、未発売のものだったらまあ結構いるんですけど、再販とかの分も含めると、まあ僕はフグ万年とかが欲しいですかね。再販の分で言うと。ジュゲムさんは何が欲しいですか？まあ再販とかでならマグナムキラーとかかな。で新しく登場するならファイヤーバーとかかな。え、ファイヤーバー？
ケロじゃなくね。え、お前急に声出した。質問です。嫌なことや辛いことはある？まあ俺が一番嫌いなことは、嫌いなことというか嫌なことは、まあこのチャンネルでちょっと不遇な扱いを受けてることでやんすね。だからちょっと僕を優遇ポジションに移してほしい。なんでお前みたいなキャラが優遇されないといけないんだ。お前は不遇でいいだろ、そんな顔してるし。何を言ってるでやんすか。俺のこの笑顔が一番可愛いじゃないでやんすか。なわけねえだろ。まあとりあえずお前は今日から不遇キャラに任命だ。え、元からじゃないでや。てかこういうくだり多いでやんすよ。まともに質問答えられてないじゃないでやんすか。じゃあ次の質問移りたいと思います。どうしてこのチャンネルを始めたのですか。これはちょっと僕の答える問題。このチャンネルを始めた理由はね、なんで始めた。まあお前がいきなり言い出したんじゃないの。あーそうか、 1,2 ヶ月前のことだけどなんか懐かしく思えるな。あのね、チョロプーが動画撮り始めたいって言って暇つぶし程度に撮ってたんだけど、まあ最近はもう趣味みたいになってるね。まあいろいろメンバーというか、まあ仲間とかに囲われて、まあでも今はちょっと2人になっちゃったけど、まあ頑張っていこうか、これからも。うん、そうそうだな。では次の質問でやんすね。質問です。メガプロスの体重は何ですか。まあ皆さんのご想像にお任せしますよって思ったんですけど、やっぱり俺も気になるんでちょっとメガプロス呼んできたいと思います。ああ、おっと、ああ、くそ、飯がねえぞ。ラーメンとかいろいろ食べすぎたせいでもうご飯がねえ、餓死しそうだ。何か食べ物はないかな。おいメガブロスくん、このスーパーマリオ USA のクッキー欲しくないでやんすか。うん、何そのクッキーは。 USA、 しかも美味しそうなクッキー。おいお前よこせ。じゃあついてくるでやんす。こっちまで来い。待て、おい、ここまで来るでやんす。くそ、どこだここ。うん、まんまと引っかかったでやんすね、このデブ。あ、誰がデブだ。まあとりあえず質問に答えてもらうでやんすよ。おい、その前にそのクッキー起こせ。あ、お前、おい、どういうことだよ、くそ、車って。おい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 、おい、おい、くそ、ジギン、おい、はけ、お前、お前、おい、フグキャラに似てる、お前、おいおいおい、お前これどういうことだか説明しろ、クリマス。あ、お前で、なんだ、なんで俺ここに呼び出した。メガブロス君の体重を聞きたいんだよね。なんだあれは。なんて話聞いてなかった。いやだからメガブロス君の体重を聞きたいんだよ。は、俺の体重、俺の体うん、え、なんで。あ、なんか質問コーナーで来てたんだよね、メガブロス君の体重が知りたいって。あ、俺はな、見て もらったら分かると思うけど、俺は普通の体重だ。いやいやいや、冗談やめてくれでやんすよ。何言ってるでやんすか。あなたどう見てもデブでやんすよ。待ちやがれ。騙されたでやんすね。あ、何、うん、は、嘘だろ。100、メガブロス君の体重はなんとぬいぐるみなのに 104.5 キロでいっちゃう。は？じゃあ次の質問に行くでやんす。質問です。何歳ですか。じゃあチョロプーさん来てください。おう、なんか呼んだか、クリマツ。俺忙しいんだよ、クッキー食ってるから。いいな、俺も食いたいな。チョロプーさんたちって何歳なんですか。俺は普通に現実の年齢で言うと16歳かな。で、ジュゲムは何歳なの。俺も16だよ。お前も16か。まあ定番の質問だからね。チョロプ、うん、なんだ、ガブンは多分16だよね。いや多分15歳、知らないけど。では次の質問に行きたいと思います。でやんす、質問。今おかしかった。いや、まあまあ気にしなくていいでやんすよ。ちょっと尺がもったいないでやんす。質問です。一番思い出のあるゲームは何ですか。自分は任天堂64のマリオです。あー、任天堂64のマリオめちゃくちゃいいでやんすよね。ジゲムさんは何が一番思い出があるんですか、ゲームの中で。なんかあれだな、いっぱいあるな。まあ 3D ワールドもそうだし、お、いきなりじゃ、マリオメーカーも面白かったな。新しい系のゲーム多いな、スイッチとかの。まあなんか昔よりも、まあでも RPG も良かったけど。ああ、確かに俺結構 DS とかのゲーム思い出あるな。やっぱりマリルイ3が一番好きなんだよね俺。あれ一番最初に買った RPG のゲームだから。まあそれぐらいかな。では次の質問に行くでやんす。質問です。好きなお菓子のキャラクターは。お菓子のキャラクターってなんだろうな。まああれじゃね、キョロちゃんとかじゃん。ああ、そういうことか。それだったら俺はうまい棒好きだから、うまいもんかな。お前すごいとこ来るな。そうだな、あ、これはキャラに入るのかな。これはキャラに入るでやんすか。キャラとカウントするんだったらまあいいでやんすけど、それはなんでやんすか。マリオとヨッシー。マ
リオとヨッシーは俺の宿敵だよ。次の質問に行きたいと思います。質問です。何が怖い？何が怖いかって言ったら、まあ俺はうまいもんかな。あれ、お前さっきうまいもん好きとか言ってなかった？話が矛盾してるでやんすよ。やめてくださいよ。まあ俺が怖いと言ったらあれかな、ハギワギ。お前ら怖くないよ、あれ。この間が一番怖えよ。では次の質問に移りたいと思います。質問です。マリオパーティーのミニゲームで一番好きなやつは何ですか？マリオパーティーのミニゲームか。俺はなんか、なんだろうな、マリオパーティーのゲーム全部好きだからな、ミニゲーム。一番好きなやつはマリオパーティー9のピザ並べるやつ知ってるかな？あー、あれか。あれ面白いよね。あれ俺結構好きだったんだよね。あとパズルゲームとか、あれ結構いろんなやつになるから。まあなんか人数振りとかよくあるよね。なんか1人の場合と4人の場合でなんか、選ばれたり、ね、自分が1人であのクリアするやつとか絶対無理ですよ、あれ。ああ確かに。あのなんかマリオパーティー2か1であったクッパの気持ちみたいなミニゲームあるんだけど、 あれちょっとやばいよね。あれクッパを殴り続けるみたいな、あのミニゲーム。ちょっと思い出語りするな、やめてくださいってやんすよ。いいだろ別にこれぐらい。おい、てめえ除外するぞこのチャンネルから。はい、なめんなよチョロブ。では次の質問に移りたいと思います。クリマツのぬいぐるみってどうやって手に入れたんですか？僕のぬいぐるみはね、中国のアプリみたいなのがあるんですけど、そこから買ってもらいました。なんとお値段200円。送料を含めたらまあ700円くらいなんだけど、まあそれでも安いでやんすよね。ボムキングとか、あとキングクルールとかも同じ出身だよね。みんな俺が買った。ジュゲムさんが買ってくれてたでやんすね。ありがとうございますでやんす。お前に700円もかかったんだ、金返せ。おお、なんか世の中は、お前ら声同じじゃね？おい、同じじゃねえよ。こいつなんかと全然違うだろうが。いや、ちょっと待って、確かに似てるな。めっちゃ似てる。ちょっと待って。おい、これは誤解を招くから、ちょっと一人除外しようぜ。お前確定だな。ちょっと待つでやんすよ。尺がちょっと長すぎるから、もうお前たち来ないでいいでやんすよ。あっちへ行くでやんす。なんだと？いい。みんなもうそろそろクリマツ飽きたと思うから別のキャラ呼びます。おい、キノクル来い。え、キノクルな。はい、何か呼びましたか？ああ、キノクル、じゃあお前が今から質問読み上げてくれ。え、なんで私が質問読み上げないといけないんですか？私に読む義務はあるのです。では質問を読み上げていきたいと思います。質問です。キノクルはいつ買いましたか？キノクルはいつ買いましたかって、どういうことですか？私は買われたんじゃなくて作られたんですよ。まあ、これ結構なんか表向きのこのなんか服とかのデザインはよく見えますが、このメガネとかもね。でもこれ裏を見てもらえればわかると思いますが、これは本当にひどくないんですか？こんな白い糸で無理やり塗ったかのような。まあこういう感じで低クオリティなんですよ。だから買ったんじゃなくて改造されたぬいぐるみです。では次の質問に行きたいと思います。質問です。名もなき者とデデデデ戦ってください。これは質問かどうかわからないですが、まあ戦ってもらいましょう。ということで休暇始まりました、フグキャラとデデデの戦いです。ちゃんとゴミはゴミ箱に捨てようね。よし、久しぶりに僕の力を見せるぞ。あれデデデなのか？僕はデデデだよ。まあいいです、早速戦いましょう。お前をひねり潰すぞい。え、はや。なんともくだらない戦いだな。どっちが勝っても正直どっちもいける。おい、これは何をやってるぞい。ちょっと待って、邪魔だ、お前どくぞい。こんなわけのわからない大会をやりよって、わしが潰しに行くぞい。バカバカ、お前負けてやんの、ザコザコ。俺の実績で死ぬとか、そんなバカみたいな。おお、それ気持ちいい、めっちゃいいんだけど、それ。うわー、ズバリ二人ともザコでしょう。あの、二人とも私の真似するのやめてください。では次の質問に移りたいと思います。初コメごめんなさい。中学1年生になったばかりのものです。周りはぬいぐるみで遊ぶのはおかしいって言ってくるんですけど、どう思いますかね。いやー、私は別に悪くないと思いますけどね、ぬいぐるみで遊ぶのはって。なんですか、その泡は。こいつなんでこんなに泡入ってるんだ。多分、でも、こんな、ちょっと気絶しただけでこんなに泡吐くことある？まあ、話進めといて、俺掃除しとくから。
俺はこのチャンネル始めた時はまあなんていうのかな、ちょっと動画やってた時は普通に恥ずかしかったけど、このチャンネルやってて誇らしいと思うけど。まあそうだね、基本みんなはだいたいぬいぐるみ遊ぶのバカにするけど、うん、まあ楽しかったらいいよ、うん、そうそう趣味みたいな感じだから、まあ、まあ気にしなくていい気にしなくていい。あとまあぬいぐるみって意外と時経ったらレアになるし、持っといて損はないと思う。その通り。なんか今どっかで聞いたことあるフレーズは。では次の質問に行きたいと思います。最近見始めたよ、キノクルってテスト何点なの？私はまあこう見えてもまあ頭がいいんですよね。いやどう見ても頭いいだろう、その見た目だったら、うん、お前テスト何点なのちなみに。え、私はもちろん0点です。あ、え、0点？俺でも68だ。チョロクは？まあ俺は39点だ。あ、こいつらバカしかいない。では次の質問に行きたいと思います。私はケニア系ハーフです。日本語勉強中ですが手を見る確信しました。ソーセージマンは黒人ですか？なんていうのかな、あんまり読み上げていい質問なのかわからないですが、ソーセージマンは一応アジア人種で。あと手を見るってなんだ、手を見て確信しましたね。あーでもなんか日本語勉強中って書いてるし、なんか翻訳機とか使ったんじゃないの。なるほど、まあ、海外の人も見てくれてるんだね。うん、ありがたい話だよね、海外進出してるんだから。では次の質問に行きたいと思います。質問です。いつからぬいぐるみとか集め出しましたか？皆さんいつからぬいぐるみ集め出したんですか？あー、ぬいぐるみか。うん、俺は普通にもう12年ぐらい集めてるよ、ぬいぐるみ。正直なとこ言うともう4歳ぐらいから集めてたからね。やば。まあ俺はそうだな、一応ぬいぐるみ自体は小1だけど、本格的に集め始めたのは最近かな、中3とかかな。うん、まあ俺も最近本格的に集め出したかなって感じ。次の質問に移りたいと思います。質問です。ゲーム実況は何をやるつもりですか？ゲーム実況はいつ頃やりますか？いつ頃やるんですかね、ゲーム実況。あれだけやるとか言ってましたけど、近日中に。あー今最近発表されたスーパーマリオワンダーとかスーパーマリオ RPG のリメイクとかが発売されてからかなっていう感じである。まあ他に実況するつもりはあんまりないかな。うん、まあ一応キャプチャーボードとか、まあ、機材は揃ってるよ。だからあとそういうゲームが来るのと、あとまあ俺ら次第かな。では私はもうそろそろ帰らせていただきますね。うん、そうだ、帰る。まあそうだな、質問コーナー終わったし、まあ、これで今日の動画も終わりかな。てかさ、俺お菓子食いすぎてもういいわ、これあげる。あ、マジで？うん、ちょうだいちょうだい。お、めっちゃいいじゃん、ありがとう。じゃあもうそろそろ、じゃあ帰るか。終わるか。うん、終わろう。あ、またスタッフを雇うか。あ、そうだな。まあ、いくら、まあ俺ら二人いれば無限に人と力と金が手に入るから大丈夫だよ。うん、うん、じゃあそれじゃ。じゃあ、あとこれ梅田に売ってます。それじゃあみんなも買ってみてね。バイバーイ。